1月はキャンディーなのか。こんばんは。あ、ほんとなんかスイートみたいな、甘いのね。うーん、甘いんか甘いんか。インスタ、ありがとう、保存してくれたの。こんばんは。いけら、ヤッホー、今月誕生日、今月誕生日、ヤッホー。うーん、待って、ボブ、タワーくれたの。ボブいる、ボブ。ボブいる。あら、今日誕生日、おめでとう。何してた今日、お仕事、何してたの。おめでとうございます。あ、通称とてもみおちゃん、よろしく。通称おめでとうございます。だっていっぱい。ボブおめでとう。ハピバじゃんね。ボブコメントしてた？まだしてない。あ、コメント。はい。今日は何したんですか？おめでとうございます。なんかケーキの形がいびつ。今日、ん、こんばんは、どうも。すごい、なんか待って、いっぱい流しちゃった。鈍い、なんか今日雪、あら、お休みだったのね。お休みじゃないか、雪明けだったのか。お疲れだよ、ほんと。お疲れ、お疲れ様お疲れ様すぎ。誕生日、X フォローします。ありがとう、レイくん。嬉しい。ありがとう、フォローしてくれて。こんばんは。わあ、11月だ、11月だよ、信じられん。初めて書いた11月表記、なんか早すぎてやばいね今年。ね、さすがに早いよね。北海道の準備できてないよ。でもなんか、なんかでいけるかなみたいな、ね、謎自信。こんばんは。ね、暑いよね、夏日らしいよ普通に。うんって感じね、うんって感じ。誕生日なのに釣ってください。え、誕生日だからむずいな。もう普通に暗い、どう、別に言うて。ああ、まるちゃんありがとう。家で半袖なの、風邪ひかないで。冷静にそうね、冷静にね。暗い、
暑い暑いよ。大丈夫やない？はっちゃん行こう。はい、ボブね、今日ケーキうまくない？なんか特大じゃない？ねえボブどう？お誕生日おめでとう。ハッピーバースデートゥーユー。今日はさあ寝てただけ？なんか食べた？美味しい、なんか食べた？なんかそう、なんかケーキなんかでかくない？なんかいつもよりか特大じゃん。ピザ食べたの？最高だね。あ、ケーキ食べたの？よかったじゃん。一緒に素敵な一年にしようね。スクショ。ボブありがとう。またこの1年もたくさん笑おうね。笑って過ごそうね。ボブおめでとう。ハッピーバイラスト本当？クマちゃん、あ、クマちゃん今日ウィンクしてる。ウィンクしてます。おめでとうボブ、ハッピーバースデー。あー、あら、そうだったんか。よかった、お祝いできて。今日ありがとね、来てくれてボブ。よかったよ、お疲れ毎日。うん、疲れちゃうんだよ本当にね。みんな頑張ってるよ。何、今日初めてのバイト先、うわ緊張じゃん。頑張ってる。あ、もかちゃんよろしく、こんばんは。えらいよ。うん、はなちゃんありがとう。シューティングハート、ありがとう。セグちゃんありがとうね。通称も対面もいっぱいありがとう。楽しもうね絶対に。うん、こんばんは。あ、小雪ちゃんよろしく。対面もね、あのいっぱい2月盛りだくさん来年。あ、なんか止まってた、やばい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 。インスタ、そうインスタあげたよ。うん、あ、かぎちゃんありがとう。新人さんが、え、新人さん、新人さんありがとう。そう、半熟さんの初めての方多め、こんばんは。ザマイちゃん10周年クマありがとう。あ、みゆみちゃんありがとう。北海道はできることならやっぱり海鮮がいいかな。あ、ゆうやありがとう。やっほーありがとう。勉強頑張れ、偉いもん。うん、今日の感じ好き。嘘、なんか前髪、前髪タッチ。昨日先輩ありがとう、ありがとう。うん、うん、よろしくみゆみゆちゃん。海鮮何が好き？海鮮、
むしろ何でも好き。あのね、あれが苦手、あの光ものが苦手。でもあとはいける。謎に。こんばんは、インスト、ありがとう、みなっちゃん。ウニとかはねあんま食べないけど、でも北海道のウニは美味しかったよ。なんか前ね食べたけど美味しかった。うん。リオちゃんこんばんは。そうそう、サーモン美味しいよね。なんか光り物はなんかね、そうなんだろう、結構見た目が苦手最悪見た目が苦手とか言って最悪だよ。琴美ちゃんありがとう、最近好きになってくれてありがとう。でもなんだろう、その炙られたりしたらいけるだよな、この不思議。うんうん、なんかなんだろう、揚げたりそうしたら全然いけるけど、なんかうん、なんか率先してはまああんま食べないかもね。オンライントークボード、あ、いるよオンライン。うん、え、そう、食べ物のビジタリー、わかる、大事だよね。いくら美味しい、炙りしめ、あー、いけると思う。初めてのためなのに通称全部飲む、あー、よろしくみわちゃん。今週オンライン話会くれよし、よろしく。インスタの写真めっちゃみんな見てくれてありがとう。うん、チビーハートありがとう。ボード、あ、あー、なんかでも話すことが結構いっぱいだったりしたらなんかボードの方多いかも。これについて話したい、これについて話したいとかいう時はボードの方いるけど、でも、あ、確かにあんまりいないね、ボード。うん、オンラインしかやめない、え、よろしく、楽しみにしてるね。うん、こんばんは。あ、まいちゃんもありがとう、インスタ写真いいよ、イヤホン、あ、イヤホンあんまりいない、うん、いないね。インスタ写真ありがとう、見てくれて嬉しい、いっぱい。ボードの人もいない、イヤホンのこともいないな。外とかで話してくださる方はイヤホンなんだけど、あんまそのお家とか室内の時はうん、あれだったかな、そんなにみんなイヤホンないかも。でもね、意外と聞こえるよ、イヤホンね、なくても。うん、通称だったったよ、ありがとう、だっちゃんよろしく。ごまありがとう、また話せるの楽しみにしてる、ごまトークしようね、また。うん、こんばんは。ディズニーもクリスマスね、もうちょもうやばい、早い、ほんと信じられん、なんでも早いよね。今日メロンパン、昨日食べたよ。オンラインも対面も初めて、え、だよね、初めてよね、緊張しちゃうよね。ん、好きだよメロンパン、楽しみだよ本当に。メロンパンブーム来てる。え、なんかメロンパンなんか種類多くてやばいよね、なんか全部食べたいよね。あ、ちずちゃん帰りながら見てるの今、お疲れ、本当に
明日は準備してない。クリスマスオンライン、あ、レンタよろしくね、よろしく。火曜日に行きました。お、行ったの、いいよね。めっちゃでも人多くない？めっちゃなんか人が多い。りょうありがとう、今日も来てくれて。ゴマトーク、そうだよ、ゴマトーク楽しい楽しいよ。りおちゃんハートありがとう。チョコチップ、えりさね、ずっとね、でもチョコチップメロンパンがずっと好きで、なんか子供の頃とかはなんかそういうのばっかチョコチップがついてるのを食べてたんだけど、もうここ最近はなんかクリームとか入ってる、なんかそういうのが好きになったね。うん、塩メロンパンね、美味しいよね。美味しかった。いや、なんかチョコやめてないけど、なんか最近はチョコじゃなくてクリームとかが多い。そうね、メロンパンのさ専門店、え、なんかそう言ってた、めっちゃなんか福岡にいる時からずっとメロンパン屋さんとか行ったりとかしてて、なんかメロンパンの専門店だからなんかいろんな味があって、な、紅茶とか美味しかった、紅茶美味しかったな、懐かい、メープルとかもねあって美味しかった、抹茶とかもあって美味しかったな。メロンパン屋さん、うん、あ、美容院前髪切るな、そうだよ、リサの前髪は絶対にすいちゃダメだから、そう、パッツンだよ。対面の時から伸びた、あ、伸びたと思う、少しでもちょっと伸びが遅い最近、どうして。ヤッホー、あ、レナちゃん10周年、ありがとう、10周年。何、あ、メープルちゃんいるよ、ベッド、ベッドです。あ、前髪薄い今日、うん、薄いよ。対面の時名札、あー、でもあったら嬉しいかなという気持ち、うん、今日ね、下目、最近前髪薄い。あ、でもあのね、こういう時ぐらい配信とか、なんだろうな、遊んで休日とかなんかそういう時はなんかだけど、ライブの時とかはあのいつも通りです。メディアものによるけど、え、じゃあ、メディアはメディアって言い方何、え、あの何が何のメディアって何の、どんな面白すぎる、ファンの方がメディアって言うからやめてよ、面白い言い方本当に。まあ雑誌とかの場合はそのなんていうの、メイクさんとかのメイクとかで全然違うから、あ、そのイコラブの活動じゃない時はね、その時はあのなんていうの、そのコンセプトに合った髪型とか前髪とかだから、あのとりあえずそのそれはもう決まってて、んで普通にイコラブの活動でメディアなんか取材とかは、うん、でもうーん、なんか曲の感じとかなんかそういうのによるかもね。でもその今回はあのなんかみんなね薄いんだよ前髪。ラストノート、なんかみんな薄くて、なんか一人だけなんか重いから逆になんか浮いちゃうのね。だからちょっと気まずいじゃん、なんか浮いちゃうのって思って
頑張ってる。ちょっとその薄め、かな。まあでもそのラストノートは衣装もなんて言うんだろう、なんか繊細だったりするから薄い方が確か似合うとは思う、衣装とかも見たら含めたら確かにってなる、かな。でもなんかさ薄いってさなんかいっぱいない？なんかこういういつものやつとかなんかこういうさこのこういうタイプのさ薄いがあるよ。こういうさ なんていうんだこの束感みたいなやつ、束感前髪みたいなやつ束感前髪みたいなやつあるよね。分からんね、どんな？これがかゆい、なんかタバカン前髪みたいな、でもそうな、なんかそうね、だから結構その衣装と曲の感じとかによるかもしれない。前髪はね、でもなんかそのさ、なんかその前髪なんか薄すぎるとそのなんか絶妙な感じに映る場合もある、そこは難しいよね、正解がわからないよね。束の前髪、やっぱやってるよねあれ、流行ってんか。あ、ガクトントンありがとう。パフェ？クマちゃんのパフェ？ガクトントンだ。ありがとう、ガクトントン。ガクトントン。タバカン前髪？タバカン前髪は、今みたいな。トレンドだね。間違いない。え？ガクトントンも誕生日なの？一緒じゃん、ボブと。二人目今日、すごっ、おめでとう、すごいね、二人目だよ今、さっきいたんだよ、ボブを、ボブさんっていうね、いたのよ。え、おめでとう、ガクトントン、すごいね今日、お誕生日は誕生日多め、ハッピーバージャーみんな。11月生まれ、11月生まれって多いんか、みんな的ね多くない？なんか思うよ。お誕生日スタートだね、本当に思う。私のふと思う、私の友達に11月生まれいたっけ、ね、いるいるわ、11月生まれいる、でもあんまりいない、9月が多いかも、なんか9月、友達9月生まれ多め。8月はあんまり見ないけどね、何情報って感じ、何情報だよ、本当にそう、間違いないね。夏多いかも、なんかさ本当にそれ人によるけど、なんか7月生まれあんまいないんだけど、気のせいだよね、私の周りがあんまいなくて、8月はいるんだよね、偏見やばい、
ガチ偏見やばい。人によるよね、わかる。あー、8月はまあ言うてなんか7月と8月は8月生まれが多い。周りね、自分の周り。はい、ガクトントン、お誕生日おめでとう、ハッピーバースデー、おめでとう、ハピバ。え、お疲れ、お仕事みんな頑張ってる。ゆっくり休んで、ガクトントン。おいしいの食べな、なんかアイスとかもういっぱい食べな。アイスとかもなんかお菓子とかもなんか全部アイスとかなんだろうな、もうケーキとかもいっぱい食べな。もう暑いし、食べた方がいい。ガクトントンいっぱい食べてね、いっぱい食べて、いっぱい楽しい一年にしようね。あんの芋、うわ美味しそう。お芋ご飯いいね、いいね、いいね、おめでとう。ケーキは絶対食べた方がいいよ。食べた？ケーキ食べた方がいい。今から食べな。もういいよ、誕生日の日はね、時間気にしない。もう夜中でも食べよう急にね、何でもありだよ、うん、1年に1回しかないからさ。私はでもずっとショートケーキとかが好きだったんだけど、ここ最近なんかタルトが好きとかシフォンケーキとか。誕生日だ、そうだよ、うん、食べた方がいい。誕生日だけでも、うん、食べていいよ、食べよう。リサもさ、なんか普通に謎スイッチ入った時、うん、マジ関係ない、もう夜中とか1時2時とかになんか食べ出す、お菓子とか食べ出すよ。そう、食べたい時にね食べた方がいいよ。アイスケーキ、あ、アイスケーキね、リさん、サーティワンのアイスケーキ食べたことある、マジ美味しい。そう、ケーキ3種類食べて、めっちゃ食べたね、それはいいこと。いっぱい食べよう、自分は、うん、そうしよう。なんかもういいよねっていう気をも、本当にリサって何でも食べるよね。いや食べるよ、まあなんかなんだろう、なんか苦手なのもあるけど、ゴーヤとかあんま出てこないけど、出番ない。ゴーヤ、レグルさんだ、クマありがとう、 I love you。ゴーヤーとその人参、あんまよく煮えてない人参と、あとなんだっけな、あ、いまだに食べれてないパクチー。パクチーは食べたことない、まだ人生で。ちょっと気になる。うんー、で、あとなんだっけ、こんにゃくもちょっと苦手。あとは私、あとね、あんかけも苦手。なんかあんかけ苦手ですね、なんか苦手な、なんかわかんないけど。あ、そばもちょっと無理そう、あ、玉ねぎ、玉ねぎはなんかなんて言うんだろう、玉ねぎのサラダあるじゃん、
なんかそのなんだろうわ、オニオンサラダ的な、オニオンサラダ的なやつがあるじゃん。なんかそのさ、玉ねぎとさレタスとか入ってるやつ。なんかあの玉ねぎ辛くってめっちゃ、んでだいたいそのごまドレッシングとかかけるんだけど、なんかそれが多分ね、その新玉ねぎじゃないのかな、なんかわかんない、めっちゃ辛くって、で毎回学ばなくて買っちゃうんだけど、めっちゃ辛くて、なんかね、あ、気合じゃ無理、あの気合で行こうって思うんだよ毎回。てか毎回食べて思い出すの、あ、ダメだった なんかしくる、毎回毎回しくって、なんかあれさ、なんかさ、同じ人いないかな、なんかあの玉ねぎ食べると、マジでなんかやばい、おかしくなっちゃうんだよね、なんか やばい、わかんない、おかしくなるんだよな、グリさん無理、なんかここら辺がおかしくなる、なんかなんて言うんだろう、なんかす、なんだろう、なんかちょっとわかんない、なんて言うんだろうな、喉じゃないんだけど、喉じゃなくって、なんかこの辺がなんかめっちゃ吸うと、なんかちょっと終わっ、なんかやばいみたいなのあって、で毎回なんか吸ったらなんか呼吸ができないみたいになるんだよ毎回でもそれがちょっと治らなくって、それ食べて、でなんか慌てるのね、だからやばいと思って、やばいちょっとなんか呼吸がってなって、でなんかさ別のもの食べて、なんかヨーグルトとかなんかその食べてちょっとすれば治るんだけど、また食べるとまた同じことになるのね。でだからそれが学ばなくって、毎回そうなるんだよね、なんかやばいよね普通に、大丈夫そうでなんか一回ごまドレッシングだけじゃダメだと思って、ヨーグルトじゃない、間違えた、なんだっけ、マヨネーズをめっちゃかけたの、マヨネーズかけたら大丈夫だろうと思って、そしたらなんかそれよりもダメで、なんかでなんかめっちゃやばい、なんか大丈夫そうってなるでもね、聞いてほしい、なんか私その同じ現象が起こるのがもう一個あって、なんかカニカマあるじゃん、カニカマさんいるじゃん、でさ、なんかカニカマさんって言っちゃうんだけど、でさ普通のやつと辛めなんだ、からし入りみたいなのあるじゃん、なんかあるやん、カニカマさんなんかカニカマってカニカマさん感あるで、なんかあるじゃん、わかる、なんか2個あるの、なんか普通のカニカマとなんかからしのなんか2種類あって、なんかその私辛いのが好きって思って、その辛いやつ食べるの、そしたらね同じ現象起こるの、その玉ねぎの時と、だからなんだこれはと思って、何がどうなってるのかなっていう、ずっとそうやって思ってるまま生きてる。でもしたらばさんだ。さんだってまた。したらば、あ、カニカマと一緒だよね。したらばって別の名前？名前違う。やめてもらっていい？なんかさ、別の名前。同じだよね。なんか。やめてよ。どうなったって。同じ成分入ってんのかな？カニカマさんとシタラバさんって一緒だよね、ものは同じだよね、
何辛味成分、いや拒絶してるの、ん、なんで名前違うそれなんで名前違うの、どうして、うーん面白い、うん、でもそう、でもその2つとも同じ現象が起こるんだけど、でも私あの玉ねぎに関してはあの全然そんなに、例えばまあシチューとかもいるじゃん、玉ねぎとかでもあのいけるんだよ、全然そんなことなんないし、なんだろう、なんないけど、その生みがある生っぽいやつ、なんか、生っぽい玉ねぎとかはなんか無理みたい。え、そうなの？でも俺さその検査とか苦ね、ちょっと痛いじゃん、だからちょっと苦手なんだけど、でも俺さあんまりそういうのないんだよね、なんかなんでもいけるんだよ多分、別になんかあるじゃんいっぱい、な何が無理とかな、何もないと思うけど、でもいや痛い、でもなんかさ辛くない、それでなんか嫌なのが出てきたら、でも毎回忘れちゃうのバカだよねりさ、毎回そのなんか玉ねぎのなんかサラダとかなんかサラダ買うってなったらなんか玉ねぎの選んじゃって食べて毎回おかしくなるやばい本当にマジでなんで忘れるんよ、え本当にそう、言ってほしいもん誰か、マジで誰もいないけど一人で本当にマジでやばい、えでもさ同じ人いないのかな、同じ人いない、誰か玉ねぎなんか食べたらおかしくなる人、おかしくなるって言ったらちょっとなんか変な誤解をまあ生みかねないからあれだけど、あーでも喉が、あーそうそう、それもある、あるある、危ないよ怖い、えマジでやばいね本当にやばい、おもろいやばいよ本当に、おもろいとかじゃない本当にやばいから、もうなんか炒めた玉ねぎ、その玉ねぎ、玉ねぎのその炒め具合によるあのなんていうの、めっちゃもうめっちゃ炒められてたら大丈夫、それこそしなしなくらいだったら大丈夫、でもなんかそのちょっと若干ワンチャンなんかまだ芯が残ってるねみたいなやつは苦手かも、そう同じことが起こる、玉ねぎ、いやでも玉ねぎは食べてる、いや止めてほしいマジ、玉ねぎまた買っちゃうからいつもダメだよ、牛丼屋さんのあんま玉ねぎあんま食べないけどどうかな、えうん多分その辛味成分が強いからかな、肉じゃがもそのなんか全部ね共通してるのはそのしなしなになってれば大丈夫っていう共通点がある、どの料理でもはあ本当にやばい、わかる、なんかそういう感じだからダメな、あオニオンサーモンは、あオニオンサーモンなんかあるじゃん回転寿司とか行った時、あれ若干危ないよね、あのじゃ生じゃんあれ、でも食べるんだよあれ、好きでさサーモンの上に乗ってるじゃん、好きマヨネーズかかって、あれもちょっと辛くない？でもあれも好き、
チキンカレー。でも辛いんだよ。だからちょっとあれだけど、そこまでまあそんなに生の生サラダよりかは、うん。え、何アリシンって、怖い。そのじゃあその成分が入ってるのが良くないのかな。でもさ、玉ねぎぐらいじゃない？言うて玉ねぎと、そのてか生の玉ねぎと、そのなんだしたらばさんの辛いやつくらいかな。ニンニク？わ、え、ニンニクはなんかあんま食べないけど、やばいよね、下山さん、やばい。下山さん、ニラ、ニラ普通にニラとか食べ、あんま食べない、単体で食べようってはないけど、むずい、なんかいろいろ。名字やばい。ね、やめた方がいい、ほんとに怖い。なんだ、そういうのあるんや。でもやったことないよな、なんかそういうさ、なんかなんて言うんだろう、なんかなんかそういう検査的な、怖いから。怖いっていうか、まあでも怖いはないか、いや怖い、うん、うん、怖い。いやだなーってなるよね。高いの、そうね、生は食べない方がいいかも。やっぱ公式玉ねぎじゃね、本当にやめて。公式玉ねぎって何？ねえ、そうだよ。でも好きなものがそうでも食べるよ、多分間違いない、食べる。例えばなんだろう、なんか好きな食べ物の中にこれがダメですって言われてもちょっと食べるかも、食べるかもしれない。え、桃とか、え、食べる食べる食べるよ。あやちゃん、雨ありがとう、雨。キャンディ、何が公式？それな、本当にもう何多量。あ、そうなんだ。じゃあ普通に危ないよね、みんなそんな多量にはダメだよ。小麦あれなの、え、だからいけるんじゃない、だから食べれるんだよね、食べれる。オンライン、あ、嬉しかった。あ、レンレよろしく。やば、なんか不調きたすのは良くないね。玉ねぎ担当絶対嫌。イカそうめんよろしく。嬉しい、初めてオンラインの司会とかもありがとう、マシタもありがとうね。メロン食べる、よね、だから大丈夫じゃない、だからあのそうやって玉ねぎみたいなのがおかしくならなければいいよね。おかしくなるとやばい、毎回学ばないんだよな、本当にやばいよね。でも治るから食べるんだよな多分。ちょ、いっときやばいけど治る。いっときやばいけど、本当におかしいよね。そう、怖い、怖いね。
ありがとう、インスタの写真見てくれて。危険と思っ、なんかいや思う思う。玉ねぎはね、玉ねぎは思うよ。でも忘れちゃうんだよ。忘れちゃって毎回そうやってその買っちゃうとこがよくない。玉ねぎ配信やんないよ。玉ねぎ配信はオニオンドレッシング、え、オニオンドレッシングはね、あんまりオニオン、あ、オニオンドレッシングたまに食べるけど、あんまり食べ、かけない。ごま好き、ごま好き2回言った、2回言っちゃった。ん、玉ねぎパーティーしないよ、しないよ。昨日発売ありがとう。そう、いや本当そうだよね。いや本当に怖い。え、だってさ、これでさ、え、ちょっとふと考えたことが、怖いことを思った。でさ、食ってなんか一人で吸ってその食べてて、なんかやばくない？誰も気づかない。危ない危ない、怖いよ。やばいよね。なんかとんでもないことになったらもうどうしよう。なんか笑い事じゃないよね。普通に冷静に、冷静にやばい。いや、そう、お店とかさ、人がいたらさ、あれやけどさ、やばいよね、ほんとに。いい加減にしてって言いたい、自分に。家だとやばいよ。なんでこんな話になったのか謎なんだけどね、急に。なんでかいな。玉ねぎで、そうね、玉ねぎね。なんで玉ねぎになったんかな、どうして。んね、急に始まったよね、謎に。怖いって、そう、本当に。ネギ、あ、でもさ、ネギって言ったらなんかそうめんとか思い出したけど、そうめんさ、ネギ入れるけど別にだよ。そうめんのさ、だし？だしじゃないよね、あれは。汁？つゆ！なんでだしとかもうほんとつゆ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 、玉ねぎがあかんねんな。かわいい関西弁、あかんねん、あかん、あ、うん、そう。そうなんですよ。そうだよ。なんで、どうして、ゴヤ、ゴヤ苦手。ゴヤはちょっと本当に無理、苦手、マジで結構無理。あのね、苦い、苦くて、その沖縄にいた時、沖縄はさ、そのそう食材やん、ゴーヤン。だからそのゴーヤチャンプルとかも沖縄のは美味しい、あまり苦くないって思ってたから食べたんだけど、苦かった、自分的、自分の中では苦かった。こうや、だからね、苦手です。そう、なんかそもそも小学校の頃にゴーヤーチャンプル出てきて、あー、ちょっとそれで苦手になって、んで大人になっていけるかって思ったけど無理だった。
あーみおちゃん、でも対面会えるね。うん、ゴーヤチャンプルさ美味しい、うん、なんか美味しいと思うけど結構苦、なんか苦かった個人的。そうっす、ねえ、クリスマス一緒に過ごそうね。ピーマン食べれるよ。そう、うん、あ、おしおちゃんありがとう、クリスマス。あ、サムチョコの久しぶりだ、ありがとうね。あ、撮ろうね写真。10周年ってことこれ、ありがとう。見えてない人参無理。そう、たまにある、うん、見えてるのかなあれは。いや見えてないな、ちょっと苦手。こういう気合い、うん、ちょっと苦いよね、苦味ある、苦味あります。うん、機能線化ありがとう、ありがとう。うん、苦味のあるの苦、あー苦、割と苦手かも。あのさ、セロリもあんま苦手、ちょっと。でもそのマヨネーズ大量にかけたらいける。うん、ねえ、大人の味。人参苦手。クリスマスのオンラインよろしく。やった、じまして。あ、よろしく、まなかちゃんありがとう。苦手よ、しいたけ。しいたけはねいける、なんかわかんないけど。でもなんかそのなんかどうやって食べるって言われるとちょっとわかんないけど、でもそのしいたけ、なんだろう、鍋とかに入れたりする。え、全然あのキノコたちはいけますよ。しめじとかエリンギとかまいたけとかなめことか、しいたけ系いける。うん、キノコ系はいけるか。キノコたちキノコたち、マッシュルームね、おいしい。あ、私あれマッシュルームで思いました、あれ苦手、ヤングコーンなんで苦手なんか分からんけど、なんかヤングコーンすごい苦手で、昔私なんか何で間違えたのか本当に分かんないけど、コーンを買ったつもりでいたらヤングコーンだったんですよ。なんかお家に帰って気づいたらヤングコーンだってなって、え、待って、無理、食べれないってなって、そのヤングコーンを持って行ってしょうこに渡しました。しょうこヤングコーン好きらしい。好き、なんか普通に食べれる、あげるねこれ全部って言ったの渡したよ。マジで苦手ヤングコーン、なんで間違えたのか、コーンのとこしか見てなかったのかな、無理、ヤングコーン無理、コーンに行っちゃった。なんかあんまりそのなんか食べる機会がないものが苦手な場合もある。あのさ、あれも食べれるよ、食べれるけど自分から食べようとしないやつは、あのグリーンピースとか、うん、グリーンピースは
あんまり得意ではないんだけど、なんかね、しょうこのカレー、キーマカレーに入ってて、んで、あれはいけるようになったんだけど、でもそのなんか別で作ってくれたりするときは抜かしてもらうって感じ。グリーンピースはなんかよくわからん、なんかあんま食べないかも。でもなんか意外とそのなんていうの、そういうのに入ってるとちっちゃいからなんていうの、混ざってるんですね。だからあんまりその主張はないから、一緒に行ったらいけるんだけど、全然でもそんなになんかめちゃ好きってのはないか。グリーンピースご飯ってなんかね、あれだよね、なんか学校グリーンピースご飯とかはねなかったよ、学校。ミックスベジタブルのグリーンピースと、あーね、無理、あれは無理だね。ちょっとグリーンピースちょっとまあ率先して食べないか。あー、わかめ、あ、そのメニューはあったかも。グリーンピースはね、なかったね。チャルモグ、あ、チャルモグ、なんかありがとう、なんか前も呼んだな、チャルモグアイス。ヤングコーンの話してきた。ヤングコーンありがとう、ヤングコーン食べてくれて、お腹すいた。枝豆は好き。ガクトンとクマありがとう、 I love you。 野菜好きな野菜、好きな野菜って言われるとちょっと、アボカド好き。アボカドとか、まあ、レタスとかキュウリとか、野菜、ブロッコリー好き、あ、かぼちゃも好き、お芋も好き、レタスも好き。アボカドさんもおいしい。ほうれん草も好きだよ。きゅうりも好き。ナスも食べれる。好きなの多いか。栗好き。さつまいもも好き。大根好き。サラダ。ね、サラダ食べる。トマトはなんか好きだったけど、なんか普通になった、なんか結構好きだったんだけど普通になった、普通に好きぐらいです。ナスも好きだよ。レンコンも好きだよ。マヨネーズあればいける、なんでも普通にいいよ。あ、浮き輪は美味しかった、めっちゃ美味しい、あれ意外と大きいサイズ。パプリカも好きだよ。明日試合、頑張れ。マヨネーズは世界を救うよ。温めると、あ、あれはないか。マヨネーズか、最強。かぼちゃ好きよ。
バイト帰りの油つぼいいね。お疲れバイト。リサの4コマ作った。え？ちょっと気になる4コマどうなの。筋トレ偉いよ頑張ってん。え、マヨラーっていうのかな、マヨネーズ好きよめっちゃ。え、そうマヨネーズめっちゃ好き、そう昔から好きだよ。なんか全然なんか何にでもいける、何にでもかけたいよって感じ。うん眠そう。コテ何ミリ、あのね細め、細い目のコテが多い。あれはなんだ28とか .5 とかぐらい。マヨネーズご飯、あいけるいける、冷やし中華、あえかけたいかもしれないね。かゆ昼ぐらいがね一番今日眠かった。昼夕方夕方眠かった。食べるラー油、食べるラー油好き。絶賛テスト期間、あー頑張れみんな。夕方マジ眠い、やばいよ。ピークを迎えたけど寝なかったよ、よかった。あーあやちゃんお大事に。納豆いるよ冷蔵庫、あとうん1個ぐらい。オーロラソックス好き、うん。冷凍機じゃゆで年越しですか、うん年越し。てかやばい、年越しはやばいかも普通に。てか年越しっていうワードやばいね普通に。大丈夫そう、本当に本当に。好奇心の頑張れみんな。お勉強してるの偉いよね。早い本当、どうしようね。スタバ飲みたいかも。大丈夫そう？うん、ほんとどうしよう。戸惑うね、普通に。今年も終わる。やばくない？年越しが近いのやばいよね。怖いよね。こないだ年越した記憶なんだけど。でも私、正月、お正月の、なんか、雰囲気好きで、謎に。なんかね何が好きなのかわかんないんだけど、なんかね雰囲気がいい。早いよ1年、あっという間なんだよ。戸惑っちゃったよね。あーそうね、お餅、なんかお餅ってさ別に年中あるけどさ、なんか年中あるしけどあんまりそのお餅を食べなくて普通は。そう謎にお正月だけ食べることが多いかも。でもめっちゃ食べるリサお餅マジでね 5,6 個食べるよ。食べ過ぎかってなんかまずお雑煮に2個入ってて、で別でいつもその揚げてくれるお餅と、揚げるじゃないあれなんだトースターかな、なんかやつと牛仙の普通のやつで、きな粉と醤油、うん大根おろしみたいな、でもめっちゃ美味しいんですよ。やばいよね1回でね 5,6 個食べる。やばいよね食べ過ぎ、普通に食べ過ぎ、やばいやばいやばい。でもお雑煮好きでさ、お雑煮好きです。翼旗ありがとう。今年の正月の予定はマジ何もないよまだ、ちょっと考えてる。てか何があるかがまだわかんないけど、でもわかる、栗きんとん好き、黒豆も好き、あと数の子も好き、数の子好き。
あ、伊達巻き大好き。伊達巻きめっちゃ好き。伊達巻きやばい。栗きんとんね、美味しいよね。大晦日ジャンプしたするよ。するする、絶対にね。それだけはしようか。こんばんは、リュウ10周年ありがとう。絶対にするよ、誕生日みたいな感じでてかさ、誕生日に飛ぶことないよね、あんまね、みんなね。やばいよな、ジャンプしてる、いつも飛んじゃう、飛んじゃうよ、やばいので、よく飛んでる。飛ぶの珍い、珍いんだね、やっぱ。誕生日とかはもう飛ばない。年越しはやっぱ飛ぶかもやけど、誕生日はあんま飛ばないのか。なんかね、なんかびっくりしちゃうよね、なんか年明けるんかみたいな。怖くない？2024年ってこと、次あれが分かんないんだな、令和になると分かんないの。来年ってさ6年、令和、今年今5年、てかやばくない？普通に6年経ったんかっていうってことはさ、6歳の子があれってこと？ 6 歳の子が令和元年ってこと？令和元年っていう言い方するのかな、どうなん？やばいよね、待って、冷静に、え、ね、え、マジか。ついに、じゃあなんだ、小学1年生来年1年生の子がもう令和生まれの子なの？マジか、うわー、マジか。 R なんかやばいね、普通に。マジか、やば、普通に R なの、可愛くない、なんか令和の可愛いね、6年らしいよ、来年。やばい。2000何年って言ったら分かる、めっちゃ。2024年だよね。やばくない？普通に信じられない、本当に。どうして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 。平成が懐かしい、分かる、本当に。うん、眠たそうな目をしている。もうちょっとで終わろうかな、今日は。もう、40分ぐらいあったら、あのするランキングタイム。ん、平成何年間だったっけ。うわ、覚えてない、平成わかんない。20じゃないや、30年間だったか。え、30年、31年、大ごとじゃん。27年とか本当ふざけないですよね、間違えちゃった。平成31年か。私でもあれなんだよ、平成最後の成人式の人だった。ちなみにそうだったの。それだけは覚えてるけど、その何年まであったかちょっとわからんね、ふざけないですよ、ほんとふざけないですし、ほんとに。てかやばくない？普通にありえんのだけど、なんかさ、時令和最初のね、なんかさ、いいよね、なんか最後と最初、最初と最後とかいいよね。やばーい、そうだったよ、懐かしくない？なんか普通にみんな元気かなって感じだよね急に置いてくのねみんなね、そうなるからさ。
やばいよね。令和最初の、そっか、コロナ禍とかだったらさ、あれだよね。老いの話やめとこっか。泣くの？なんで？可愛い子供になる、子供でいようね、ずっと。そうしよう。そうだよ、時代を感じてはいけない。そうそう、今年2ヶ月しかないの悲しくない？わかる、悲しい。なんかこう振り返るよね、なんか1年の出来事をね。餅を食べ、まあ、食べな。お餅食べた方がいいよ。何も覚えてない。なんかツアーした記憶ある、トリガー。今年トリガー、うん、したよね。覚えてるもん、だってそれが映画になったから覚えてる。うん、トリガーのツアーがあったね。すごい前に感じる。え、でもね、ちょっと怖いのが、いや、なんかすごい前に感じるってか、辛そうなんだよ。だってすごい前じゃん、トリガーのツアー。なんだけど、なんかこの間カムコさんの写真とかもう巡ってて、私が保存したやつを見返してたんだけど、あれ、これこの間じゃないみたいななって、ってなって、でもこの間っていうのが今年の序盤の話で、なんかやばかった。なんかってなって戸惑ったよ、普通に。信じられん、やばくない？夏の飛び一個前だよ、やばいよね。普通にびっくりしちゃった。あー、そっか、そうかも、映画があったからかな、かも。そう、この間だよね。そう、この間なんだよ。でもあれがあったのって前ないん、全然。びっくり。映画はもうね、懐かしいよ。トリガーで知ってくれたのありがとう。やばくない？時の流れが早いよね、普通に。あ、ありがとう、時間を知ってくれて。やばい、みんなとりあえず、生きよっか、とりあえず。まとめやばい。とりあえず、みんな気をつけて生きよっか。まだ終わってないからね、今年。うん。とりあえず、なんだろうな。まあ、美味しいの食べて生きよう。んで、まあ、まだほら、クリスマスとかなんかあるから。イベントごとで言うと、世のイベントごとはクリスマスとかあるから、ハロウィン終わったからさ、うん、って感じだからさ、とりあえずさ、そうやって生きようね、うん、っていう感じで準備したり、そう、お風呂にも入んないといけないし、あー、もう頑張ることがいっぱい今からだから、頑張りたいと思います。じゃあみんなランキング、風邪ひかないように生きよう、あと元気100倍だよって、生きてるりーやばいです。ということで、じゃあランキングを見たいと思います。13位、
タカ12、8位、11位、レグルス10位、お塩9位、ジュキ8位、レナ7位、ジャマイちゃん6位、しんいち5位、アヤ4位、ミオ3位、トメゾ2位、ハナ1位、ガクトントンでした。ガクトントンと、あ、ランクいない、ボブお誕生日おめでとう、ハピーバーだったね、今日はみんなと一緒にお祝いできて嬉しかったです、ありがとうございました。皆さんもたくさんあのおめでとうって言ってくださって本当におめでとうございます。ということで今日はインスタも上げたし、上げたのでぜひ見てみてください。ということで皆さんおやすみなさい、まだ寝ないけどとりあえずなんかいろいろやります、頑張ります、みんなも頑張ってね、まだいっぱいある方は応援してるね、またね、バイバイ、おやすみ、またね、バイバーイ。